みなさん、ハロー YouTube。 どのようにお過ごしでしょうかね、レオくん。久しぶりにね、レオくんね、 YouTube 部屋に来てますけど、今日はね、何をね、話そうかと、まあ、いろいろ考えた挙句ですね、本当間もなくね、結構発表されて時間経ってんですよね。あの舞台をね、今年やるみたいでっていうか、5月かな、家族の話、小西まなみちゃんとやった舞台があるんだけど、なんか謎にやる前から発表されてて、11月に本番なんですよ。アルトルウィーの交流と言って、2年前ぐらいに初演を行ったんですけど、いやー大変だなと、今年大変だったことっていう話をしようと思ったんですけど、一番大変になるんじゃないかなと、ちょっと想像がつくので、だからじゃじゃん、今年大変だったことってことなんだけど、まだ経験してないけど、多分一番今年大変になることだなと予想してるというか、白井明さん演出なんですけど、白井さんはゴルさんの新作の舞台「サンソン」もそうだし、「ナンバーナイン」もそうだし、慎吾とは演出はないんだけど、ゴルさんと僕はとあるんですよね。僕もアルトロウィーの前は「バリー・タークス」っていう舞台があって、それもすごいね、体力がいて大変だったんですけど、熱量がいつも必要というか、あと結構寒い時って怪我もしやすいし、風邪もひいちゃうから汗かいたりとかして、舞台って気をつけないとなと思って、まあ楽しみでもあるんですけど、横浜のカートで、カートってのもなんかね、すごく縁があって、バリータックの時もカートでやって、今回もそうだし、カートのおかげで横浜がすごい好きになったんですよ、僕はね。横浜をね、あの、なぎすけでね、ゆうすけさんとね、巡って、で、カート劇場の前通ったりとかして。なのでね、いろんな思いがあるんですけど、ゆうすけさんも話しとれるんですけど、舞台をやるっつってたな、年末。僕のはちょっと早いのかな。で、久しぶりにゆうすけさんもなんか舞台を、カートじゃないんですけど、やる感じで、でゆうすけさんも話してて、今年の締めくくりはもう「おっ、じゃあ舞台だな」とか言ってて、そうだから多分今年一番大変になるんじゃないかなと思ってます。舞台ってなかなかね、チケットを取れないと生でね体感することはできないから、どうしてもこう行き届かない部分はあるのかなと思うんですけど、今コロナとかでね、大変な時期にこうやって、まあ、どうなるか分かりませんけど、公演ができるっていうのは本当に幸せなことだなって思いますかね。舞台をやる上でどの部分が一番その大変だなみたいな。やっぱ稽古ですかね。あ、でも本番もなかなかね、それぞれなんか大変の種類がね違うなって僕は思ういますかね。でもやっぱり稽古で汗かいて大変な分、本番が楽しかったりするので、自分と向き合って全てこう放出できるような、全部こうなんか力を出せるような自分に持っていきたいですね、本番はね。家族の話も本当に今年だったんだよな。家族の話もカートだったんですよ。そうだよ、だからいつもそばにカードがあるみたいなね。横浜がいいっすよね、ね。なんか街並みもいいし、通うのも楽しみだし。そうだね。なんか役作りとかって、なんか意識したりすることってありますか？体力作りですかね。動かないと体がちょっとつまんないので。体力作りのためになんかされたりするんですか？稽古で、稽古の時からもう全力で、そこからも体力。そうですね。みんなももう本当にすごい運動量だし、キャストの方と一緒に稽古してるとどん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 こう上がっていくみたいな。
バンドも入って大阪モノレールさんとなんか面白い劇でジェームス・ブラウンの曲がかかってそれとともになんかこう僕の役がどんどん大きくなっていくような進行なのでお芝居もあるし歌も踊りもあるので飽きることのないエンターテインメントショーにしたいと思っております。ちなみに白井さんの演出ってやっぱりさすごいなと思うみたいなのってありますか？そうですね、やっぱり熱いというか情熱があってお芝居を愛している方だなってすごく思うのでなんかそれにみんなついていくのが必死というかでも楽しく、うん、必死についていく自分が楽しくなってなんかこう新しい役を生み出してもらってるって感じですかね。やっぱ同じ舞台でも家族の話とは全然違う感じですか？そうですね、うん、題材が違うのもあるけどやっぱりそうだね、同じじゃないところがやっぱりそうですね、舞台って魅力なんじゃないかな、うん、もう最近結構カート劇場でやられてると思うんですけど同じ劇場でやるっていうのはホーム感みたいなので出てくるんですか？それはなんかありますね、うん、なんか、あ、楽屋はもうこうなってるとかシャワーがあるとかトイレがここはいいとかなんか自分の家みたいな感じもう席もなんか分かってるし、そうですね、やっぱ初めてやるとこではないので劇場的に本当好きだと思います。やっぱ演じる上で他の初めての劇場よりは例えば何回かも演じた劇場とかの方が、まあ、やりやすかったりとか、うん、それはすごいあると思う、うん、なんか馴染んでくるっていうかやっぱ勝手が分かってくるっていうかそういうのはやっぱ経験として積み重ねてくる部分があるのであると思います。勝負ということ。そうですね、冬らしいしっかりと2021年舞台務めたいと思いますね。まあ、前回初演もあるんだけど新しいものを作る気持ちで やりますのでね、ぜひともチケットをお買い求めください。ということでね、今年一番大変なことに なるであろうということでね話してみましたけどね、もうなんか年末の話になってきますからね。年末に向けてね、皆さん元気にね、健やかに過ごしていきましょう。チャンネル登録よろしく。今日も動画を見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。その他いろんな SNS もやってるから見てみてね。またお会いしましょう。バイバーイ。